えい。どうださ。頑張ろうぜ。ボタンです。あれ、死んでる。死んでる。なかった。死んでる。ほう。あらあら。はい。お願いします。あ、死体発見してないので大丈夫です。あの場所わかんないですよ。源さんの目撃情報を聞きたいです。エレクトリカルにちょっと4人いたのでそれだけ先に言いますね。藤宮、スナパイ、慎太郎、トータスがエレクトリカルいました。はい、え？藤宮、治ったと思って離れたら治ってなかった。びっくりした。藤宮、スナパイ、トータス。慎太郎、健さんの目撃情報ないですか。僕いたんですけど見えてないですか。竹雄さん、ああ竹雄さんもいた。そうだ一瞬向かったわ。あいたわ。いたいた。ここ見てるわ。ウェポン側には通ってない。あ、健さん初手右上いたような気がします。そこでウェポン側来てないよ。もしその可能性があるならば僕あの大津側に井の一番に行っていて、アベレージ詐欺しました。はい。そうアベレージさんともう一人通り過ぎていて、俺じゃね。いや、高田さんより前にもう一人います。はい。で、アベレージさん、足湯さんが過ぎ去っているので、おそらくキルクールタイム10秒空けていないので、この二人犯行不可で、高田さんとは停電中にウェポンに、で、会ってます。停電の時に僕、向かっている途中で治ったので、カフェテリアでボタンを押しているので、なので、エレクトリカルにいる側の犯行が不可能で、カフェテリアにゲンさんがいたならば、高田さんが一応僕の中では候補になります。もちろん僕のキルした後、はい、カフェテリア下行けしもありえるんですが、うんうんうん、あのエレクトリカルに行った人たちが可能かどうかだけ聞きたいですね。藤宮は武雄さんと一緒にエレクトリカルに向かったらスナパイさんがいました。うん、スナパイさん僕の先にいました。うん、はい、慎太郎はその2人のすぐ後ろにいました。はい、慎太郎さんが停電直してくれてるはず。多分20秒ぐらいしか経っていないので、うん、あの停電の時ぐらいに合流した人って結構難しいと思うんですよ。うん、それ以外の人たちって何かあります？あと残り浮いてる人たちはもうほとんどいないんじゃない？もういないかん。高田さんどうします？一応一緒に行動したりします。多分あ、俺 K さんと、うん、そうね、 K さんと一緒に行動したい。実施点は K さんが一番不自然だと思ってるから、すれ違って、まあ、K さんもね死体消し全然ありえるんで、あとじゃあ高田 K で動きますか。カフェ側に抜けてるのを俺は見てるから、うん、はい、あのもちろん抜けてます。ボタン押してるので、時計と一緒だよ、ずっと一緒だよ。はい。はい、すいません、自動じゃなかったですね。はい、シールドのど真ん中で慎太郎くん死んでます。はい、シールドって結構1だったような気がするな。そうですね、スナパイさんはなさないと思います。アドミ見てたんで、シールド僕も1確認しててこれ長いなと思って、でスナパイさんがそのアドミ一緒におって見に行ったん確認してるんで、高田家は確実に無理です、この犯行。あと俺、そう、アドミンちょっと前に見た時もシールドって1位ついてたと思うんだよ。オーケーです。アベレージ、セキュリティでカメラ見てて、アドミンの廊下で4人ぐらいいて、で、メッドベイに誰だっけ？なんか誰かいたような気がしたって感じでした。メッドベイでも犯行難しそうですもんね。O2 の時だと思います、うん、多分犯行。と、所定藤宮はコミュニケーション行ってて、うん、それでシールドナビって言って、ナビで武雄さんと一緒になって、O2 直して、ウェポンカフェって感じなんですけど、うん、その時は当然死体はなかったので、O2 が鳴ってる最中、もしくは鳴った後だと思います。お二人はどうですか？炭鉱お互い無理そうですか？いや、藤宮さんが
イベント使ってカフェの弁当からシールド行ってキルしたんだったらギリギリだけど、かなり厳しいと思いますっていう感じです。かなり厳しい。あとは、スナパイさんどっちから来たんですか？ストレージからですか？アドミンから。アドミン。あ、はい、わかりました。トータスさんとアシエさん、あと？はい、アシエはアドミン一緒に行きました、スナパイさんと。はい。確認してもらってると思います。O2 の時は O2 行ってて、藤宮さんと一緒にカフェが回ってるのそれも目撃されてると思います。ああ、いましたね。アシエさんは無理と、はい、トータさんは僕カフェテリアから、右へ行こうとして、あの O2 なり終わったぐらいかなぐらいに行こうとして、藤宮さんに、ああ、なんかカフェでうろうろしてましたね。はい、うろうろ、ボタン押すか押す前かちょっとぐるぐる回りながら悩んでたぐらい、うん、犯行可能そうな人が、そのストレージアドミンの2人がし、あ、でもさっきの犯行って結局、もうちょい絞ってもいい気はする。うん、もう一回ぐらい整理したい。はい。高田さん、タスクやんなくて大丈夫ですか？あ、俺ついていってるよ、ずっと。あ、了解です。じゃあ僕動きます。ずーっと高田と一緒だよ。高田と一緒だよ。ずっと高田と一緒だよ。高田と一緒だね。わお。え、Kさん死んでんじゃん。Kさんどこすか？Kさんミュートです。Kさんミュートお願いします。OK です。じゃあもう高田さんじゃない。いやこれ多分そうなるわな。俺釣られるわな。まあアベレージが会議ボタンを押しましたで。カフェには、うん、高田さんにはいないですか？あ、今誰もいませんでした。うん、高田さん行動をお願いします。え、今のやつってこと？今の俺リアクターに向かったら Kさん死んでたって感じだけど。ん？一緒にいたんですか？ほぼ一緒にいた。うんうん、マジで直前まで一緒にいた。チラッと見えたんが、高田さんのような気がするから、なんとも言われへんな。チラッと見えたかもしれないけど、わからん。俺、はい、マジで言って、マジで、Kさんと一緒にリアクター入ったら、Kさんが死んで、今レポートって感じ。リアクター入ったんすか？リアクター入ってる、リアクター入ってる。俺、リアクター入ってるよ。リアクターに一番最初に、トーダスついてて、で、藤宮さんが来て、藤宮さん下の、はい、僕上直したんですよ。直した瞬間に誰かが入ってきたんやけど、誰かまでは見てない。うん。僕は何も見えてないですね。これさ、はい。高田健さんに聞きたいんだけど、羊飼い健さんを殺したまでのターンのちょっとなぞりをお願いしてもらって。いや、本当に今言った通りで、カフェからストレージ下って、ロア行って、で、リアクター健さんと一緒に入ったぐらいで、俺が上側向かおうとしたぐらいでポタン。ひょだ、リアクターに入っほぼずっと一緒で、もう本当にずっ、いや、あ、リアクター直しに行ったのって誰ですか？藤宮トータスが直しました。はい、藤宮トータス。その後藤宮さんとトータスさんって、あ、じゃあトータスさんって上側いたってこと？解除してすぐ上側いてたんだ、誰かわからんのよ。あ、じゃあ、トータスさん上で藤宮さん下ってこと？はい、あ、そういうこと。あ、じゃあトータスさんがちらっと見えたのも多分正しいと思う。俺上側向かってるから、わからん、見えてる。ピアだしの、何これ、でも藤宮さんなのかもしれんって思ってる。スキップの方が良くないですか？4人番目だから一応スキップしません。ちょっと高田さんの処遇はもう一回、そしたらもう1球取られない、大丈夫？まあでも、うん、取られるよこれ、取られたら、まあ、じゃあ俺ボタンのとこいるよ。高田と一緒だよ、高田と一緒だよ、ずっと高田と一緒だよ、高田と一緒だよ、だの。えい！晴れた。え、高田さんですか？高田さんです。
高田さんは何してんすか。もうそうやと思う。まあみんな動いてたけど、あんなに待ち構えてたとか。高田さんなんか狙いにしてたもん、ちょっと。ごめんなさい、ミート解除してなかった。ごめんなさい。まあ高田さんです。はい、ああ、よかった。で、一応さっきの表を洗いたいんですけど、はい、なんだっけ。高田さんに入れた方って誰ですかね。僕入れました。阿部入れました。あ、アシュスキップって言われたんです。スキップしました。スキップしました。僕もスキップです。スナパイさんかな、じゃあ。スナパイさん多分入れたっぽいですよね、高田さん発言的に。入れてそうですね。はい。いや、でも、藤宮さんがスキップって言ったからな。そうなんですよ、めっちゃ怪しい。高田さんのファッションが、いや、まあ、ちょっと信じちゃったんすよ。いや、でも、やっぱ、エアコードって、うん、そうっすよね。あ、信じた僕がバカでした。さっき言い忘れてたんですけど、まあ、はいはい、あ、いや、でもやめときます。これ、下手しい全殺しちゃうんすか、高田さん。次、どうします、高田さん。追放した後の話。さっき死んだのって誰でした、ゲンさん。スナパイさんで、その前がケイさん。あ、ゲンさんが一番最初ですよね。あ、ゲンさんが一番最初です。シンタロウさんか。シンタロウさんが。ケイさんがスナパイさんがシールドで発見したっていうのか。うん。アシュさんってずっとアドミン見てたんですか。いつですか。あのスナパイさんとアドミン見てたターン。スナパイさんとアドミン見てたターンはスナパイ、いや、ずっとじゃないです。最後の方ですね。スナパイさんと入れ替わる形ぐらいで。こうなると、うん、まあ5人で一人狼だから、そうですね、はい、竹尾さんも下行ってないはず。あ、竹尾さん O2 直した後はどこ行きました。 O2 直した後ウェポンじゃないですか。あ、ウェポンで一緒にいましたっけ。いたじゃないですか。じゃあもう竹尾さんのしゃべりは、ね、歌って疑ってる人に対するしゃべりが警戒心がすごい、ね、僕が信じた、僕はバカでした。うん、誰も信じちゃいけないんですよ。あ、僕に入れた、だからその。いやいや、ちょっと投票じゃないですか。最後になりますか、最後に。え？いや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 、十分仕事したな。あと10タイミングおかしかった。いや。スパチャットありがとうございます。はい、やるね。エレクトリカルのハイデバンド右下ぐらいですね。で、僕ずっとアドミン見てて、O2 が鳴る直前まで、はい、で、リアクター1、ローワー1、エレクトリカル2の状態だったんですよ、はい、で、O2 なってアドミン側直してまた見たときにエレクトリカルが1になってて、エレクトリカルに向かうときにストレージで竹尾さんとすれ違いました。なので竹尾さんが、竹尾さん O2 中に僕とアッパーエンジンら辺ですれ違ってましたよね、はい、すれ違いましたね。あれ、なんで左側行かれてたんですか。ん？いや、僕左にいて、はい、O2 なったから O2 に向かおうとしたんですよ。これ俺とアベレージさんが頑張るなあかんやつ。え、トータスさん、アベレージさんは無理っす。あ、アベレージが O2 で直ってなかったんで上側を直そうとしたところでなりました。謎の白い字に入れ、トータス。リアクター誰ですか。向かってました。リアクター、アベレージがいて、で、なり始めたところで、リアクターの作業を中断してアッパーエンジンから、うん、カフェの O2 を直してました、最後で。直せる途中で通報でした。いけいけ、まあ、藤宮さんってことで、アドミン直してくださった方って誰ですか、ね、藤宮です。内宮が直してそのまま、もうエレクトリカルに来てるんですよ。どっちもここどっち、アベレージさんに任せた方がいいかな。アベレージさんに任せ、まあ竹尾さんは直線まで一緒に行ったんですか。僕は、最初、ロアエンジンか、ロアエンジン行ってアッパーエンジンやって、で、十字路あたりでアベレージさんと会いましたよね。そう、会いました、会いました。でその後したな、ここにアベレージさんいるんじゃ、O2、アドミン誰もいないんじゃないのっていう疑惑になって、下回りで向かってた。じゃあ、エレクトリカルの前任せる。
ただ O2 なってる時にセルフリポートするメリットはほぼほぼないと思います。ないですよね、ないですよね。いやもう竹尾さんかな、じゃあ竹尾さんでいいですか。いやもう考え直してください、はい、ちょっと皆さん、あ、頼むお願い、終わって、ダメダメダメ、終わって時間、あ、よかった。藤宮さんおめでとうございます。いやありがとうございます。え到達到達、あ、上出しました。ヤクター扉じゃないと、もしかしたら逃げ切られる可能性が、泣き石もあらずだから、気をつけて。オッケーオッケーオッケー。マジで？ごめんなさい。あーもう、いやー、トータスさん。いやいいね。藤宮さんじゃなかったのは、かなり意外ですね。進行的に。お見事。やりました。いや、トータスさん。せっかくアドミン情報藤原さんが出したんだから、はい、全員がどこにいたっていう話をすごくね。やりました高田さん、ありがとうございます。いやー素晴らしい。いやー深いよね、めちゃめちゃ深い。またバグってんのかって思っちゃった。いやバグってないです、バグってない、一回もバグってないです今回は。竹尾さんが僕に乗ってきたから、あ、じゃあ竹尾さんなんかなってなっちゃったな。